風立ちぬは、宮崎駿による日本の漫画。モデルグラフィックスにおいて、2009年4月号から2010年1月号まで連載された。本作を原作としたアニメーション映画が2013年7月20日に公開された。タイトルは、堀達夫の同名小説からの借用である。作中に登場する二郎の旧死短座戦闘機試作1号作中で、 墜落したカプローニの CA60 宮崎駿がモデルグラフィックス市場にて発表した連載漫画であり、その後、スタジオジブリによりアニメーション映画化された。格話冒頭には作者名が書かれており、第1回や第6回などでは本名の宮崎春名義となっていたが、第2回は宮崎グズを、第3回は宮崎の老を、第4回は宮崎の美を、 第5回は、宮崎予想。第7回は、宮崎休み勝ち。旬など、自身の自筆を自虐的にもじった筆名を用いている。いずれの名義も手書きで書かれており、先ではなく本名の、木の字を使って表記されている。二郎とカプロウニが出会った、CA4 物語の終盤に登場する霊式。環状戦闘機21型7士環状戦闘機、旧士短座戦闘機。 冷式環状戦闘機の設計などを手掛けた航空技術者である堀越二郎が主人公のモデルとなっている。堀達夫の小説、風立ちぬからの着想も盛り込まれている。映画、崖の上のポーニョの制作を絵一段落したことから、宮崎駿はモデルグラフィックスに漫画を連載することとなった。宮崎は、この漫画はいわば趣味として描いていたものと語るなど、 当初は自身の趣味のつもりで描いていたという。その延長で登場人物のほとんどは擬人化された豚などの姿で描かれている。登場人物のモデルとなった堀越二郎登場人物のモデルとなったジャンニカプローに映画化され、2013年7月20日に公開された。全国454スクリーンで公開され、7月20日21日の2日間で、 興業収入9億6088万円、観客動員74万7451人となり、映画観客動員ランキングで初登場第1位となった。キャラクターが全員人間の顔をしている。軽井沢にクレソンクイのドイツ人ではなく、カストルプというキャラクターが登場する。堀カツオが登場しない。漫画版ではほぼ出なかった本城は、二郎と、 学生時代から親しく付き合っている、堀越家の人々が登場する、二郎の上司が、服部の田黒川という人が登場する、漫画版では描かれなかった列車のシーンがある。ラストが、2009年10月、千葉県成田市の利根川河川時期から架空の草原になるなど若干相違がある。劇場アニメ版公開時点で、本作の単行本は未完行であった。 劇場アニメ版制作中のスタジオジブリを記録した映画、夢と狂気の王国の中には、宮崎がこの漫画を絶対に単行本にはしないと述べる場面が存在した。原作の完結から5年、映画公開から2年が経過した2015年10月、モデルグラフィックスの発行元である大日本絵画から、風立ちぬ、宮崎駿の妄想カムバックのタイトルで全話が、 収められた単行本が刊行された。付録として佐藤信彦による八取徳佐田物語、吉祥寺会人による解説、宮崎による軍用機の絵を集めた航空雑学画帳などが入っている。ありがとうございます。